はい、皆さんお疲れ様です。なんか変な画面開いちゃってましたけど、さあ行きましょう、さあ行きましょう、さあ行きましょうってことで、もう最近はもう名人とかそんな人らばっかで、打率3割台の人なんて全く来ません。3割台来ました、お願いします。ただ名人9位つそう、うわ俺床田さん苦手なんだよな、お願いします。打てっかな床田さん、心配です。ただ昨日はジャリエルなぜか打てたりと、苦手なピッチャーをなぜか打てるっていう、なんかそういうフェーズに入ってるから、もしかしたら打てるかもしれない。いいね、スピリッツいいね、コンボいい感じだね。 OK、 あーしゃしゃし、広角打法はね唯一の欠点、あそこにゴロが飛ぶっていうね。怖いな、勝負したくない、そんなあなたとは、大谷翔平とは勝負したくない。いやーダメか、もう一回いこう、めげずに、これはいい球です、振ってくんない、お願い、いや振ってきた、ボール球になんなかった、もうだから勝負したくないって言ったんだよ。ねえ。ちょっとマジで。マジでやだ。本当に。OK! ああ、しゃ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 。コステだ。コステだ、コステだ。ミコスリハン。ミコスリハンだった。OK!1点 OK、 ナイス松葉さんありがとう、1点 OK よ、どうやったら勝てるか、俺が2点取れば勝てるね。菊池さんやだな、あれ見るだけで嫌になるね、あれこれめっちゃ嫌なんだけど、 S ってみんなあれ、いやまっすらから入ってくる、やだマジで、シンキングスプリットとファストでしょ、いやめっちゃやりにくいんだけどね、パーム縦すらね、オッケーオッケー、分かった、あーこれがシンキングスプリットね、オッケー、ありがとう大島さん見せてくれて、いつもありがとう、いっぱい球見せてくれて、ボール球なんだ、わかんねえな変化量が、あんなシンキングスプリットとかでさ外角とか攻められたらたまんないんだけど、なかなか苦手です、いやーありがとう、サンキューサンキュー、引きつけました。さあ細川さん行きましょう、ホームラン欲しいね、よーしよしよしよし、でかい、タイピン、タイピン、いやすぎ、いや高速すら通用で、縦すら5、あーまっすぐでくんのかよ、ダルパームもあるぞ、みんなみんなパームもあるぞ、怖っ、なんて怖い、どうする、入れてくんだろう、よし1点入ったべ、よっしゃ細川さん神、イエスイエスイエス、やっぱね流し打ちは経験値、タイピンか、うわーダメか、いきます、いやー惜しい、もうちょっとだけ上がればってとこで、ビシエド、タイピンなし、タイピンなし、帰ってこい、いいよっしゃー、でかいでかいでかい、マジでナイス、ビシエド、上位打線が上位打線しとる、周平、周平ですよ、周平です、周平です、いやー打ち崩した、打ち崩した床田さんを、床田さん打ち崩して、もう
うわ、藤井さん、この人リアタイム系ピッチャーいっぱい持ってる。はい、と。はい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 。藤井さん、外角なら見れるぞ。外角なら球見えます。申し訳ないけど、うん、外見えます、球が見えてる。え、ちょっと今舐めてなかった、今セーフって文字見えたけど、何が、何がセーフ。あー、でも見えるぞ、まっすぐや。無理無理、大きい変化球嫌い、大きい変化球嫌い。さあ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 、勝つぞみんな、よし、いい球でした、リュウク、ありがとう。さあ、どう、まっすぐじゃないか、ここは。ここのまっすぐ、このタイミング、このまっすぐ打てない。これはもう坂倉さんだからしょうがないね。これっしょ、これ。いやー、怖待って、もう打つね、それにしても打つわよ、打つわ。そんな打って楽しいか。えい、ちょっとマジ振ってくんない、こういう球助かるんだけど。よし、助かる、オッケー、あとワンアウトだ、みんなホームランで同点。いや、でかかったな、周平のホームラン。うわー、タイピン消された、だるーだる。大丈夫、堂々と松葉さんのいいところ、よっしゃー、よっしゃ、勝った、勝った、嬉しいよ、嬉しいよ、嬉しいよ。今日ちょっと1試合で終わっちゃったから、ちょっと成績見ますか。今日はちょっと1試合で、うん、でかいな、嬉しいな。結局強いね、松葉さんとか。素晴らしい、素晴らしい。さあ、結構、ま、なんか負けるしね、結構負けるな最近やっぱ、うん、うんうんうん、これ名人に勝って達人に負けてるね。これはもう気合の入りようの問題。あー、細川さん強い、24本、強、ま、大野さん相変わらずめっちゃ勝ってますね。皆さん今日もお疲れ様でした、ありがとうございました。